鍋島直弘10月3日から1981年5月1日は、日本の政治家、元貴族院議員、旧佐賀藩主、鍋島家の13代当主、学習院、東京帝国大学を卒業、区内小式部官を務めた後、1943年に、家督を相続、公爵を就職し貴族院議員となり、貴族院の廃止までその任にあった。 名ゴルファーとして知られ、1933年から1935年の日本アマチュア選手権に3連覇、1ラウンドで2度ホールインワンを記録するなどの記録で知られる。また、蝶の研究、収集などでも有名である。自動車マニアとしても知られ、1935年には、イスパのスイザ座 K6 をベアシャシーで輸入、自邸内の小屋で、 自らデザインしたにドアクーペボディを約半年かけて日本人職人に製作、仮装させた。完成当初のボディカラーはナスコンとタメ色のコンビネーションだったと言われるが、その後も昭和40年頃まで、図色の変更、ホイールカバーの取り外し、バンパーを二分割にするなどの改良を積み重ね、試去するまでナンバーをつけて、時折実用に教し続けた。 このイスパの水座は1983年、自家用が佐賀県立博物館に管理を委託。約25年間にわたり、同博物館一階ホールに展示されていたが、2008年になって、豊田博物館に帰宅されることになった。十二大自家営の着難。母は黒田長近の娘、貞子。夫人は朝香宮鳩彦行第一王女、菊子。着子は、 次回を、ありがとうございます。